皆さんこんにちは。昨日はパウロの主にある生き方というものを見てきました。しかしそんなパウロにもどうやら一つの迷いというのがあったようです。今日はそのことをご一緒に見ていきましょう。本日の聖書箇所はピリピの1章22節から30節です。タイトルは福音にふさわしい歩みは救いを証しすることです。ピリピ人への手紙1章22節から30節。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私にはわかりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。パウロにとっては生きることはキリスト、死ぬことも益であると先日述べました。すでに生死をイエス様に委ねたパウロの姿というのを見ることができました。ところが今日の箇所ではパウロの迷いが見えるのです。それは自分が生きるべきか死ぬべきかという迷いです。なぜパウロはここに来て迷っているんでしょうか。それには理由がありました。もちろんパウロは死ぬことを恐れていたわけではありません。たとえこの獄中で処刑されようとも、自分はイエス様のもとに行けるのだとそう確信していました。パウロが迷っていた理由が22節に表されています。22節。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。それは自分がこれからも生き続けるならば、まだまだ福音を述べ伝えることができる、そしてそれによって豊かな実を結ぶことができるということを知っていたからです。実はパウロはこの2つのことの間で
強烈なジレンマを抱えていたのです。死の恐れも克服したかに見えたパウロでありましたけれども、また別の意味での悩みというのがあったのです。23、24節、私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。自分自身について言うならば、天国でイエス様と共に永遠の安息に入る方がはるかに良い道であったわけです。しかし残されたフィリピのクリスチャンたちにとっては、自分がまだこの世にいるということの方が必要であったわけです。パウロという人はもう信仰的に達観しているかのように見えるんですけれども、しかし私たちと同じ悩みを持つ人間でした。ここで彼はもうまさに身もだえするような悩みを感じているのです。しかし結局、彼は一つの結論というのを出しています。25節、私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。パウロはフィリピの教会の人たちのために、あくまで自分はまだ生きていくんだという決断をしているのです。時として私たちクリスチャンも、この世があまりにも辛く苦しい時に、もう早く天に召されたいと思うことさえあると思います。しかし自分の地上での使命というのがまだ残っている限り、まだ私たちはこの地上にとどまっていなければならないのです。それは時には苦しい決断であるかもわかりません。身もだえするようなその苦しみの中で生きるということを選ばなければならないのかもわかりません。やがてその使命が終わった時に、初めて神様は私たちを本当の永遠の安息に入れてくださるのです。私たちは死ぬことも神に委ねなければならない。そしてということは、つまり反対に生きることもまた神に委ねなければならないということでもあるのです。さて、フィリピの教会の人たちのために生きるということを選んだパウロはですね、フィリピの人々にメッセージを送っています。それは27節から30節にまで書かれています。そのメッセージの内容とは、まずキリストの福音にふさわしく生活するということを進めているわけです。福音にふさわしい生活とは何でしょうか。それはまず互いに一致して福音のために奮闘するということです。また反対者たちに驚かされないようにとも進めています。当時は、クリスチャンに対する迫害者がたくさんいたわけです。そしてそればかりでなく、異端の教え、間違った教えというものもクリスチャンたちを惑わしていたのです。そのような反対者たちに惑わされないということをパウロは進めているわけです。そして福音にふさわしい生活というのは、キリストのための苦しみをも受けるということであるのです。
信仰生活というのは良いことばかりではありません。逆に信仰を持ったがゆえに迫害されたり、また言われのない苦しみにあったりするということもあるかもわかりません。キリスト教を信仰したらいいことばっかり起こると思っていたのに、こんな苦しみに遭うのならもう信じるのではなかった、このように思う人がもしかしたらいるかもわかりません。しかし聖書ははっきりと、私たちはキリストのための苦しみをも賜ったと書いてあるのです。しかしそれはただの苦しみではなく、キリストのための苦しみとちゃんと書いてあるんです。私たちはそれをも含めた福音にふさわしい生活というものを求められています。パウロがこの地上にとどまってまでも伝えたかったこと、それは私たちがただ福音を聞くだけではないということです。それにふさわしいものとなるということでした。ですから私たちはまずこの福音を受け入れましょう。そしてそれを伝えていきましょう。そればかりではなく、私たち自身がその福音にふさわしい生き方というものをしていこうではありませんか。私たちは福音を聞いて受け入れました。そうであるならば、今度はその福音にふさわしい生き方をしていきましょう。お祈りいたします。愛する主イエス様、感謝いたします。私たちは時にはこの世にあって苦しいこともあります。もう天に帰ってイエス様と共に安息したいと思うことがあります。しかし地上においてまだすることが残っている時、私たちはこの地上に残ることを選ぶことができますように、そしてその使命を果たし終えることができるように、どうぞ導いてください。また私たちはこの福音を聞いて受け入れたものです。今度はその福音を伝えるものとさせてください。そしてまた同時にその福音にふさわしく生きることができるものへとさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちをそのようにお導きください。主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。